マスオ TV。 はい、マスオ TV でーす。はい、今日はですね、こちら僕のね iPhone6 プラスのこのスマホカバー、その画面のカバーをね、ちょっとねうまく貼り付けられるか挑戦していきたいと思います。実はですね、今こう使ってるカバーなんですけど、こういうやつ、これ結構数千円したんですけど、すんごくね簡単にね割れちゃったんですよ。メーカーわかんないんですけど、ほら見て見て、これここの部分とかすぐバリバリになっちゃって、これえっていうぐらいね頑丈じゃないやつね前回買ってしまったんです。ということでですね、今回はですねすごく頑丈そうなやつ買ってきました。じゃーん、こちらねビッグカメラでエレコムのやつですね。グラス高度 QH 衝撃吸収ということでですね、これだったらなんか割れなそうじゃないですか。はい、今日はねこちらのね僕の iPhone6 プラスにこちらをね綺麗に貼り付けていきたいと思います。ずーっと前、僕がねマスオ TV 始めた頃に綺麗な貼り付け方っていう動画も出してたんで、久しぶりにねこれ貼ってみようと思います。では挑戦していきたいと思います。はい、でこちらね貼り替える前にですね、まず部屋の湿度をねこう高めておきましょう。このね霧吹きっていうんですか、これでこうねホコリが舞わないようにねしときましょう。これ重要ですよ。ではこちらのね保護フィルムつけていきたいと思います。一応ねこちらセロテープとハサミ使うかもしれないんで、一応用意しておいてください。でまずこちらね綺麗に拭いていくんですけど、多分こういうしっかりとしたところのやつだったら中にさついてるよね、スマホを拭くやつ、あとテープも今の時代ついてるんですね、すげえ便利だ。でこれついてるんで、ちょっとこれでまず拭いていきたいと思います。はい、拭き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 ね、これちゃんと綺麗に拭いておかないと多分ね全然意味なくなっちゃいますからね。じゃじゃーん、めちゃくちゃ今綺麗な状態になりました。ここに貼り付けていきたいと思います。でこの保護フィルムを取ります。ガガーン、ここ若干折れ曲がってる、泣きたくなる。ちょっとここ折れ曲がってますね、大丈夫なのかなこれ。はい、じゃーん、今ねこれ保護フィルムがぴったりねスマホと合ってる状態なんですけど、これでまずねセロテープで貼り付けちゃいます。でこういう風にペラッと剥がして、ここを剥がしてペタッとつけていけばうまくねできるというねやり方なんですけど、うまく本当にいくかな。ずーっと前やった時はうまくいったんですけど、今回は果たしていかがでしょう。ではいきます、せーの、外して、やばい、この時点でダメだ。この時点でねちょっとねちょっとついてるのあったんで、セロテープとかこういうテープで取ってつけます。よし、あった、はい、いかがでしょうか。今ここまではしっかりついてますね、合ってますよね、左右も合ってます。果たしてここからどうなるか、いきます。ホコリが入っているか、入っているのだろうか。よし、今のところかなり綺麗、お、いい感じ。よし、お、どうだろう、おお、めちゃくちゃ綺麗につけれました。で最後保護フィルムをこのように外せば、これで、iPhone の、貼り付け、保護フィルム貼り付け作業終了です。ちょっとねこの部分がね買った時からこう持ってくる時かな折れ曲がっちゃったんで、ちょっとここだけ心配ですけど、うまく貼り付けられたんじゃない？このように保護フィルムめちゃくちゃ綺麗に付けれました。こう気泡が入ってないですよね。気泡とホコリと。いやーよかった。ちゃんと今回も付けれました。はい、ということで今日はねこちら iPhone6 Plus の保護フィルム付けに挑戦していきました。やっぱりポイントはセロテープとこの霧吹き。やっぱり水かけとくと若干いいですね、うん、いい感じがするんで、ぜひね皆さんも今度つけるときやってみてください。なんか新品な iPhone6 Plus になったみたいですごく嬉しいです。はい、ということで今日も皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございました。ぜひやってみてください。
以上、マスオ TV でした。バイバーイ。